お疲れ様でした皆さん。前回の動画の方ありがとうございました。えっとまあ、プールサイドでね、水着の撮影会が、まあ、悲だということでしたら、そうですね、スポーツ競技もなかなかできなくなっちゃいますよね。まあ、ということでね、今回はね、まあ、あの、話題を LGBT にちょっとスライドしまして、LGBT 法案についてお話しようかと思います。まあ、これは、は全体の参加が、賛成一致で通過するわけなんですけども、まあ、新しい法案がね、 LGBT っていうのは結局その心と体の不一致っていうやつですかそこを認めていきましょうっていう形ですよね。うんまあ、例えば生まれながらにして男性の体を持ってるんだけども心は女性で、まあ、そのギャップに苦しんでる方に配慮して、まあ、その人がね自分の性を女性と感じてるんだったら、まあ、女性ということで社会もそれを受け入れていきましょうっていう形なんですけども、まあ、これがね問題が出てくるのが あのまあ、例えばねあの男性の姿で、まあ、女性のお風呂とかにこう公式浴場とかに入ってですねそれで、まあ、自分は女性なんだと言い張るでも実際はどうなのか分からないっていうところで混乱を来す例があるんですよね、まあ、でも今までは本当にその性の同一性不一致性で悩んでる方がすごくね窮屈な思いをしていた差別を受けていたってことに配慮してまあ本人が。 自分の性が男性と主張するなら男性、女性と主張するなら女性というふうに認めていきましょうということで、実際に悪意を持って、そういったね、まあ、女性の公式屋上に入った男性がいたとしても、その男性が、いや、心は女性なんですと言い張れば、それは罪に問わないよと。簡単に言ったらこういうことなんですよね。さあ、果たしてこんなことがまかり通るんでしょうかということですけども、ことはね、複雑で、というのがジャンルをね、 オリンピック競技に移してみたときに、どう考えても男性の見た目の人がね、女性としてエントリーして、結果、上位入賞っていうのを結構ね、果たすことが今までもあったんですよね。うん、それで、それは本当にいいんだろうか、正しいんだろうかっていうことだったんですけども、うん、ただやっぱりねあの、男性なのか女性なのかを判断することがものすごく慎重でですね、うん、やっぱりこう、まあ 自己主張される方の中には、やっぱり女性を言い張ってしまえば、それ以上手が出せないとかね。それから、精神的には女性なんだけども、それを、いや、体が男性だから男性でエントリーするべきだっていうと、差別だとかね、LGBT だとかね、トランスジェンダーだとかね、そんなこと言い張って、結局通ってしまうって例があったわけなんですよ。で、今回の LGBT 法案通ると、今度はね、それが大手を振って通ることになっちゃいますんで、 男性、女性に分けたスポーツ競技が公平性をきたさなくなってくるんじゃないかなと。格闘技とかもありますからね。それは一体どうなるのかなってところで、まあ今回、まあ、自民党のもともとの発案だったんですけども、これがなぜかね、自民党の賛成多数で可決してしまったそう。で、自民党以外の一部野党っていうのは、うん、慎重に議論するべきだということで反対はしたんですけども、 結局通ってしまったんですよね。困ったもんですね。これは一体どういう風に解釈すればいいんでしょうか <laughs>。他にもいろいろと問題があって、結局、世の中って大多数の人がこうだよねってことに配慮して作られてるわけですよね。なのに今度は、ごく少数の方に配慮して、大多数が我慢しなければならないっていう風な形に変わってくるということなんですよ。もちろん、少数派も大切な、あ まあ意見でありね考え方なんで尊重はしなければなりませんけどもでも実際にものすごく特殊な人に配慮するに従ってね大多数の共通認識を持っている人がまあ不自由な思いをすればこれはこれでね多数派への配慮がなされてないってことになるのかなとこれからの問題どういうふうに展開していくのかナミさんはどう思われますそれじゃあ今回は以上ですお疲れ様です